ラサープソ溶岩地帯を受け、山岳地帯にその洞窟の入り口はあった。ラジオの声に導かれてこの場所にたどり着いたが、子供たちは複雑な思いでラジオの声に従っていた。そもそもラジオからの声なので、敵にも情報が筒抜けである可能性は十分にあったのだ。 タラスクスとの戦闘の前にアクスという男がラジオの声のことを知っているように子供たちには見えた。今は疑っても仕方がないとやむなくラジオの声に従い洞窟を進み始める子供たちであった。はあ、まあそうだな。
大きく育てよ。 よし。 任せて。 行こうぜ。
けなかったな。やれやれ。食事だぜ。終わったな。任せて。うん。手伝わせて。手伝うよ。感謝しなよ。任せて。どうだ。お手伝いする。手伝わせて。よし、楽勝さ。たまるか。行こうぜ。攻撃の準備を。
じゃ負けない。よし、行こう。見つけたよ。逃がさないで。攻撃の準備を。取ってこいよ。勝てたみたいだね。行こう。よし、行こう。僕たちは負けない。取ってこいよ。じっとしてて。逃がさないで。みんなのために。
の大陸の地下には旧世界の遺物が存在しているわ。かつての人々を滅ぼしたと言われる巨人などがね。遠くに見えるあの遺跡もその一つ。心配せずともあれが今動き出すことはないわ。ラジオの声が幻想的な洞窟に目を奪われていた子供たちに語りかける。でもパレシアの下に眠るのはあれをはるかに凌駕する一体。そしてそれは今にも目覚めようとしている。それこそが失われた神の伝説にもなっている破壊の巨獣バナルガンド。私たちの敵よ。ラジオの声に強い恨みの響きが込められたのを子供たちは感じた。興味深いのです。よし、行こう。よし、行こう。やっちゃうぞ。僕たちは負けない。楽に勝てたみたいだね。
いいぞ。僕たちは負けない。やられてたまるか。まるか。諦めないぞ。取ってこいよ。洞窟を進んでいると、突然あの光る少女が姿を見せた。聞いた。少女の口調がやや明瞭になったように感じた子供たちは、少女の正体を改めて聞いてみた。
そう言って少女は再び消えた。行きましょう。Ha ha ha!